最初の単語はこちらです。ファン、好んでいる。この前ね、大講義室で授業した時になんかちょっとうるさいねんですよ。たら女の子がいっぱいいてね、うちわ持ったりペンライト持ってカッサン好きみたいな言ってるんですよ。え、俺もなんか人気出てんの？ファンがどーっと押し寄せてカッサン好きやってっていうとこで目覚めたんですよ。ファンどーっと押し寄せて好きって言ってる。ファンド好んでいる。はい、覚えたー。続いての段はこちらです。スター、株。この前ね、僕ねふと思いついてね、株を買っちゃいました。でもね、それがね、100円で買った株がスーッと株上がって10万円だったんですよ。でもね、そこで目覚めちゃいました。スーッと株が上がる。スタッフ、株。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。ラダー、はしご。この前ね、道歩いてたら若い女の人の声がキャーって聞こえたんですよ。え、なになにと思ったら、黒ずくめの男たちが女の人を連れ去ろうとしてるんですよ。え、どうしようどうしようと思ったら、また向かいの建物の2階から仮面ライダーが現れたんですよ。で、仮面ライダーが、おい、お前たち、そこで待ってろって、仮面ライダーが言ってるんですよ。え、仮面ライダーかっこええと思って見てたら、ゆっくりと、はしごで降り出したんですよね。え、飛ばへんの？はしごなん？っていうところで、僕、目覚めちゃったんですよ。ライダー、はしごで降りる。ラダー、はしご。はい、覚えたー。続いての単語は、こちらです。ボーダー、境界。これは、知ってたよシリーズですよね。そうです、ボーダーです。ボーダーっていうのは、模試や入試で聞いたことありますよね。あれは合格ラインのことです。つまり受かるか受からないかの境界のことですね。ボーダー、境界。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 Definitely、 明確に。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は脅威を表します。そして FIN はフィニッシュと同じ語源で終わるですね。ここで終わりですとはっきりさせる。それが明確にとつながるわけです。 Definitely、 明確に。はい、覚えた。続いての段はこちらです。 Justice、 正義。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。 Just は正しいという意味がありますが、これは Just 5時なんて使い方します。で、 Just 5時というのはちょうど5時、つまり正確に5時ということです。で、正しいことが正義となりますよね。 Justice、 正義。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 Justify、 正当化する。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。 Just は先ほどやりました正しいという意味でしたね。そして FI は動詞を表す語尾になります。これは Satisfy も同じですね。正当化するというのは、たとえ間違っていることでも正しいってことにするのが正当化するという意味です。 Justify、 正当化する。はい、覚えた。続いての段はこちらです。 Jury、 陪審員。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は Just と同じ語源で正しいという意味になります。そして Y は集団という意味なんですが、これはファミリーの Y と同じ意味だと思ってください。陪審員というのは社会で習ったと思いますが、裁判に立ち会う人のことですよね。正しいかジャッジをする集団、それが陪審員となりますね。 Jury、 陪審員。はい、覚えた。最後の段はこちらです。Security、 安全。 Secure、 安全な。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、セキュリティ、これは日本語でも使いますよね。ただ日本語のセキュリティっていうのは防犯という意味で思ってませんか。英語のセキュリティっていうのは警備、安全の意味になります。そして Secure っていうのはセキュリティの形容詞形ですので、安全なとなるわけです。セキュリティ、安全。 Secure、 安全な。はい、覚えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。
はい、お疲れ様でした。単語のリクエストがあればコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。